リビアヤマネコは食肉目猫か猫族に分類される動物。愛玩用として世界で広く飼育されている家猫の起源であると考えられる。アフリカヤマネコとも呼ぶが、本項目では特に断らない限り赤道以北のアフリカ中近東に生息する野生種についてもべる。家猫と比べて足が長く座った姿勢や歩き方に特徴がある。 ヨーロッパヤマネコと比べると、毛は短めで明るい褐色であり、縞模様は不明瞭、尾は長く、先が細い。体長45から80センチメートル、体重3から8キログラム、尾長は30センチメートルほどである。砂漠、サバナ寒木帯から、コ根リ林まで幅広い植生に生息しているが、熱帯雨林にはいない。基本的には夜行性だが、 朝夕にも活動する、白明白母星でもある。行動圏は広めで、アラブ首長国連邦では50平方キロメートルを超えた例もある。木登りは上手であるが、狩りは地上で獲物を付け狙い吸収する。月脂類のほかモグラ、ウサギ、鳥類、昆虫、カエル、トカゲ、魚、イタチなども捕食する。若いアンテロープや小型の家畜を襲うこともある。 正確な分布は明らかでないが、赤道異国のアフリカとアラビア半島からカスピ海にかけて生息している。赤道以南には遺伝学的に異なる集団が分布しており、アシュ、または別種としている。イエネコと、近縁なヤマネコ類には遺伝学的に異なる5つの集団が存在していることが知られている。このうちどれを独立種としどれをアシュとするか。 また家畜化された家猫を独立の種または亜種とみなすかどうかは見解が一致していない。これらをすべてヨーロッパ山猫の亜種とする場合もあり、逆にすべてを独立種とする見解もある。あるいはシルベストリスは長期にわたって分布域が分断され、生態や形態からも明確に区別ができることから別種とし、またビエチはオルナータと、 同所的であるにもかかわらず明瞭に区別できることから、やはり別種とする見解もある。以下の分類は IUCNSSC キャットスペシャリストグループに従っており、リベカ、カフラ、オルナータの3集団で一種としている。残り2集団については以下の各記事を参照のこと。本種が家畜化され、家猫になったと考えられている。 2007年に発表された猫族から採取した979組織のミトコンドリア DNA とマイクロサテライト遺伝子の分子系統解析では、共にリビアヤマネコとイエネコが同じ系統に含まれるという解析結果が得られたため、リビアヤマネコを起源とする説を指示している。ミトコンドリア DNA の解析から、イエネコがリビアヤマネコと分岐したのは13万1000年前という、 解析結果が得られ、他のデータも含めると15万5000から10万7000年前に分岐したことが示唆されている。このミトコンドリア DNA の解析では、解析に用いられた家猫の母系を遡ると、少なくとも5つのミトコンドリア d n a ハプロタイプに起源があることが示唆されている。この解析では9000年以上前に肥沃な三日月地帯で初期の濃厚の成立に伴い、 家畜化されたと推定している。紀元前3000年頃の古代エジプトの移行から大量に出土するようになったことから、この時期に家畜化されたとする説もある。古代エジプト起源説では、小麦や大麦などの栽培が盛んであったため、貯蔵している穀物を食害するネズミを食べることが家畜化のきっかけとなったとされる。頭が猫。 首から、下が、女性の愛の女神バステトへの信仰や、彫像や、レリーフなどの出土品が見られる。ギザの墳墓からミイラとなった猫が、約190匹発見された例があり、一部は、大型なためジャングルキャットのものとされるが大半は、リビア山猫もしくは家猫のものと推定されている。ヘロドトスなどによる古代エジプトについての記録では、猫が死ぬと飼っていた家族が、 とぶらいのために眉を剃る猫を誤って殺した外国人が民衆によって隣地に会うなどといった記録がある。これより古くは紀元前6000年頃のアナトリアで作られたと思われる女性と猫の偶像、紀元前4000から5000年頃のヨルダン菓子の家リコの一行から出土したという報告例もあるが起源について主流な説とはならなかった。後者については家猫かどうか不明で、 毛皮目的で殺された個体である、可能性もある。本種が分布しない、キプロスの9500年前の遺跡から人間と、リビア山猫と推定される骨が約40センチメートル離れて同じ向きで出土した例があり、これをもって、最古の飼育例とする説もある。日本での猫の最古の記録は、平安時代初期で、日本霊域や歌天皇漁記で記述が見られる。 ありがとうございます。